どうも、地球上のすべての生きとし生けるものの嫌われ者、キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでしてね、今回ですね、小小生キモイマン37が、お送りさせていただきます。こちらのキモイマン37の、ガンプラブリーディング7、YouTube 視聴版ボリューム8ボリューム8というわけでしてね、今回ね、レビューさせていただきたい、アイテムはこちら、バンダイ、ハイグレード IBO、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ月光より、その主役モビルスーツに、ねなるっていうこちらの、ガンダムアスタロトっていうやつをね、今回はレビューさせていただきたいなと思います。ですね、こちらのキットなんですけどもね、以前こちらの動画のシリーズでね、開封レビューっていうことでね、やらせていただきました。で、開封レビューね、するだけしておいて現物がねちょっと全然レビューできないのはいかがなものかっていうことでね、こちら最近ね組んでなんとか完成させたものなので、早速ねレビューの方をさせていただきたいなと思いましてね、今回こちらの動画で、シリーズでもってね、で動画っていう形でもってね、やらせていただくことに、決めました。今回ですね、こちらですね、ガンダムアスタロト、制作してみてね、思った感想っていうのは、基本的にはそんなに難易度の高いものじゃないですね。やっぱりハイグレード144分の1スケールのシリーズっていうのは総じて全部そうなんですけどもね、そんなに作りにくいものではないので、今回のガンダムアスタロトも割とね、手軽に、制作できたかなと思います。一応ね、自分ね、基本的に素組み派っていうか素組みマンなので、基本的にね、墨入れくらいしかね、できないんですけれども、墨入れするだけでもね、全然こちらインパクトが変わってきますね。墨入れするのとしないのとじゃね、全然違うと思いますんで、もしね、こちらのキットをね、ちょっとご興味持たれてて、ちょっと購入しようかどうかどうしようかななんてね、思われているね、方がおられましたらね、ぜひご購入してみてください。本当にかっこいいです。単純に本当に単純にかっこいいものなので、飾ってね、すごく絵になるものかと思いますのでね、ぜひご購入されて、制作してみてください。本当にかっこいいのでね、しつこいようなんですが、かっこいいものなので、多分ね、損はしないと思います。ではですね、恒例のディテールの方をね、まず皆様に、ご紹介、させていただきたいなと思います。こちらですね、ガンダムアスタロットということですね。はい。で、ですね、まず、顔からじゃあいきますか。顔ですね。顔は、ちょっと待ってください。こんな感じですね。ちょっと、前っていうか、おでこの方がね、結構ガーってね、突き出てるんで、ちょっと見にくいかもわからないですが、一応ね、ガンダム特有のいわゆるヘノヘノダクトっていうんですか、顔のね、そこは一応墨入れしたんですけど、ちょっとかすれ気味になっちゃってますね。この角のね、こういう点々、これも一応墨入れで、やらせていただきました。で、こちらね、この黒い部分ですね、これも本来そこの成形色で白のままなんですけど、パッケージ見るとね、これ、黒いので、黒で一応塗装しました。はい。で、ボディですね。ここのところですね、また点々っていうのがあるんですけど、これもまた墨入れさせていただきました。で、基本的にですね、素組みね、先ほどもお話しさせていただいたように素組みなので、基本的にはこういったシールですね。シールにこう頼るっていう形になりますね。はい。で、こっちで右腕なんですけど、こちらも墨入れで、このピーってね、やらせていただきましたね。で、こちらも黒でね、こう、ベタってね、って感じですかね。で、こういうところもね、やっぱ細かい点々みたいなのがあるんで、ここら辺も全部墨入れさせていただきました。で、こちらもね、手なんですけど、の腕、こういうところもね、やっぱり墨入れ、シールではないのでね、墨入れで、やらせていただきました。左でですね、こちらもね、この通り、墨入れって感じでね、やらせていただきましたね。はい。で、手ですね、こちらの左手の幹部、こちらもね、ちょっと、
なんていうんですかね、ちょっと下手なんですけどね、一応これも墨入れしました。本来もうちょっとね、これこんなどぶとくないんですよね、このラインね。ほんともうちょっと細い方がかっこいいんですけどね、ごめんなさい、自分の方が未熟なんでね、申し訳ない。でこちらシールドですね、シールド、こういうところですね、墨入れしましたね。こう黒く塗ってね、この真ん中のところね、黒く塗ったりしましたね。はい。で次腰、ここのところですね、ここのところと、あとここのところ、ここのところも一応墨入れさせていただきました。でごめんなさいね。であとひっくり返して、ここもね一応の黒でやりましたね。 ここもそうですけどね。で太もも、ここの部分ですね、ここも一応墨入れしました。汚いですけどね、ちょっと汚くなっちゃったんですけどね、ごめんなさいね。で足なんですけど、ここね本来黒いっていうか、本来成形色で白だったんですけど、パッケージ見るとね、ここ黒くなってるんで、一応黒く塗りました。でこっちですね、足ふくらはぎなんですけど、ここもねまた墨入れして、でここも黒くね塗りました。はい。でこっちこれ、ね、内側のこれシールなんですね、ここシールなんで、シールを、まあ使わせていただきました。でこっちもね、また墨入れだのね、黒塗りだのして、やりましたね、こことかね。でここもそうですね、ここも同じように墨入れして、ちょっと黒くねこう塗ってみたっていう感じですね。はい。太ももじゃない、かかとはですねごめんなさいね、かかとはここの部分だけですか、墨入れしたのは。でここの黒いところが、例によってシールですね。でここのグレーのところも例によってシールです。はい。で腰、こちらね、こちらサイドアーマーなんですけど、こちらもねまあこの通り、墨入れですね。はい、墨入れしました。でここの部分がシールになってます、ここね。でこちらも同じように、ここがシール でこのように墨入れさせていただきました。こういうね、こういう部分ですね、墨入れさせていただきました。でですね、本来ねこれパッケージ見るとね、ここの部分、ここブロック状になってるんですけど、ここの部分ね、もうこのボディと同じ色じゃないといけないんです。本当はね、パッケージ見るとそういう風になってるんで、ここも本当はこちらの青色、コバルトブルーっていうんですか、このスカイブルーっていうんですか、これで本当は、ね、塗りたいっていうか塗らなきゃいけないんですけど、ちょっとね塗料がないので、今回はしょうがないんでこのままにしました。はい。で、こうなってて、ここが一応別パーツですね、この青い部分ね、別パーツです。でこの赤いところ、コックピットの部分も、赤いの別パーツになってます。はい。一応こんな感じですね、ガンダムアストロとね。はい。どうですか、見えます、ごめんなさいね見えますってね、こんな感じですね。はい。こういう風になってます。はい。やっぱね、先ほども一番最初にねお話しさせていただいたんですが、やっぱ墨入れすると違いますね、全然。墨入れした方がいい、ガンプラ墨入れした方がいいですね、基本的に。こういったハイグレード140分の1スケールであるとか、SD ガンダムであるとかね、基本的には墨入れしないとちょっとかっこ悪いかもわかんないですね。でもね、本当に墨入れしなくてもね、全然かっこいいんでね、どっちなんだっていう感じなんですけど、墨入れね、してもしなくてもかっこいいんで、どっちでもね、その方のご自由だと思うんですけど、好き嫌い、趣味嗜好の話にはなってくるんですが、で自分の場合はね、本当にね、すぐみまんで墨入れしかできないんでね、基本的に墨入れだけをするって感じなんですけどね、やっぱ墨入れすると違いますね。はい。で次は角をね、お見せしたいなと思います。でどうしようかな、これ分解しちゃった方がいいのかな、まあいいか、とりあえずじゃあごめんなさい、頭ね、まずこう上を向きます。はい。上を向きます。そして下を向きます。で、左か、これ右そして左で普通に動きますね、こんな風にね動きます。で体はね、このね、ボディとこの胴体の付け根のところがね、棒ジョイントになってるんで、一応ちょっと待ってください、これ分かりづらいかな、こんな感じで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 動きます。こんな感じでね、上下にね動きます。で一応こうですね、こうひねることも一応できます、こんな風にね、
こんな風にね、あのひね出せることができます。はい。で、ちょっとここ緩いんでしょうね。これすぐねこうクタってなっちゃうんですよね。で次、腕、まず左手の方行きましょうか。ここはね一応ちょっと待って、こうなってるんですよ。こうなってるんで、こういう風にこう見ると、開くことができる。こういう風に開くことができます。で当然のことながらこのように動かすことも、できます。はい。で、ここのね上腕部のところにロールが入ってるんで、このように動かすことができます。はい。で肘ももちろん、ちゃんとねこのように動かすことができます。はい。このようにね動かすことができます。で、こうなって、で手首もねボールジョイントになってるんで、このようにグリ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 動くという形になってます。右腕も同様ですね。ここの部分がね、ジョイントのところがボールジョイントになってて、で、このようにガッてこうガッてね動かすことができると。で、左で同様、この上腕のところにねロールになってるんで、このように動かすことができると。で肘も当然のことながら、このように、動かすことができますよと。でこっちもねボールジョイントでグリグリ動かせるということですね。はい。でこうなって、次足ですか。ですね、足、足はですね、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと手を広げてもらって、でちょっとこっちの、これね、あのサイドアーマーね、この腰のサイドアーマーこんな風に感じで、水平に開くほか、このように動かすことができます。このようにね、はい、こうやってロールになってるんでね、この部分が、なんでこのようにこう動かすことができると。で足なんですが、足もね、付け根の部分がね、これボールジョイントではないんですが、こういう風に結構開く、結構開く。で、ここの部分がね、またロールが入ってるんで、このように動かすことができると。こちらも同様ですね。ロールが入ってるんで、このように動かすことができると。できますよと。こちらも同じように、開かせることができると。で、膝の部分ね、やっぱ、こっちもね、こんな風に、ぐいっと動かすことができます。こんな風にね。で、ちょっとごめんなさいよと、これ、ね、ちょっと外れやすいんですね。で、次が、ここ、かかとですね。こっちね、付け根が、ボールジョイントになってるんで、やっぱこのようにグリグリ動かせるほか、このかかとの先端、この部分がね、このように動かせると。ちょっと待ってください、こうなってて、こういうふうな感じで動かすことができるということですね。はい。こっちも同様ですね。グリ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 動かせる。で、かかとの先端もこう独立して動かすことができるということです。はい。こんな感じですね。で、ここのね、太もものところがね、なんすか、付け根がね、一緒っていうか、連動するようになってるんで、こんな風に、こう動かすことができると、ちょっと分かるかも分からないですけどね、こんな感じになってますよと。いうことですね。はい。一応足に関してはこんな感じですか。ですね。はい。まあこんな感じになってます。よし。で、ですね、次、武装、武器に関してなんですが、はい。ガンダムアストロとは、ちょっとごめんなさい。どこかな。これでいいかな。いいか。ね、ガンダムアストロトに関しては、武器がですね、1、2、3、3つ入ってまして、まずね、1つ目がこちら、ちょっと小さいんですけど、いわゆるナイフですね、こう、ナイフです、このように。ちょっと見にくいか、ごめんなさい、ナイフなんですよ、これ。ナイフなんですよ、ナイフで、で、ちょっと待ってください。もういいか、いい、大丈夫かな、うん、で次が、こちら、ちょっとごめんなさい、こっちか、
こちらですね、一応ライフルで、これはね、ビームライフルではないみたいな感じです。実弾を発射する、バレットライフルになるかもわからないです。機動戦士ガンダム鉄血のオフェンスの世界観でね、あんまりビーム兵器がないよ、ビーム兵器の概念があんまりないっていう、そういった世界観になってるらしいので、一応これはビームライフルではなく、実弾を発射する、バレットライフルみたいな感じになってますこれね。で、一番最後、このガンダムアスタルトの最大の売りともいえる、デモリッションナイフっていう武器です。これですね。これ今折りたたみ状態なんですけどね、もうナイフって感じじゃないんですけど、これもう本当にナイフじゃないんですよ、これ完全にね、ナイフっていうかもう体験って感じなんですけど、これがね、一応オプションで入ってます。これ3つね、3つ入ってます。で、ですね、ちょっと待ってくださいよ。まずライフルとナイフですねを一旦持たせてみましょう。ナイフは、普通に、持たせることができます。このようにね、手に穴が開いてるんで、そこに向かって突き刺すと、はい、これで一応ナイフは装備できている状態ですね。こんな感じでね、こんな感じでナイフは、一応セットできた状態ですか。ちょっと見えづらいかもしれないですけど、黒いんでね、こんな感じでなってます。はい、でビームライフルじゃない、ごめんなさいね、さっき自分で言っておいてね、ごめんなさいね。ビームライフルじゃなく、バレットライフルですね。バレットライフルなんですが、ちょっとごめんなさい。これね、普通に持たせられないので、一旦ちょっと手首をね、この手首を、外しまして、でこの手首ね、外すんですけど、この手首、白い部分、この板のね、この部分もちょっと外さないといけないんですね。これは分解してやらないといけないんです。こんな風に分解してやらなくちゃいけなくて、で、この銃ですね、このバレットライフルを、ちょっと待ってくださいね、こんなね、こういう風に持たせるというかセットする。でまたこの白いこの部分でね、早いし蓋をするような感じで、これで OK ですね。でまた元通り、刺し直すと。そうすると、まあ、このように、はい、銃を持たせた状態になります。こういうふうに、ね、なりますね。こんな風に、ただちょっとね、手首の保持力があんまりね、アスタルトあんまり強くないのか、これ個体差なのかわかんないですけどね、自分の場合ちょっと この体この胴体の部分もね、やたらこうなるんで、わかんないですよ。これ個体差かもわかんないし、そういう風になってるのかもしれませんけど、一応こんな感じになってます。銃を持たせるとね、銃とナイフを持たせるとね、これナイフを持たせると、まあ、こういう感じになります。こういう感じになりますね。はい。で、この体験なんですけど、体験というか、デモリッションナイフなんですけど、これもね、背中に、マウントさせることが、できまして、で、その際にはね、この専用の、このパーツ、マウント用のこのパーツがあるんで、これを使っていきます。で、背中にね、これ、2つ、穴が開いてるんですね、これね、穴が開いてるんですけど、基本的にはどっちでも構いません。一応ね、説明書だと、こっち側、左の穴をね、使ってるっぽいんですよね。なんで、一応ね、左を、使っていきたいなと思います。はい。で、このようにね、刺してあげますね。こうやって。こうやって刺してあげます。こういうふうにね。で、刺してあげたら、今度はね、これ、このようにね、稼働するんですね。先端のこの部分がね、こうやって、稼働するんで、この剣、デモリッションナイフのね、ここにね、穴が開いてるんですね、これね。これを、差し込んであげます。こういう風になってて、ここに穴があります。で、これをさっきの、この、ま、ここの部分ですね、これ、このポッチの部分に差し込んであげれば、こういう状態になりますね。で、これは、こういう風に、稼働させることも、できるので、こういうふうにね、できるんで、あとは、これをね、ちょっと、こんな風に、ちょっと、斜めにしてあげるとかね、そういったこともできますよ、ということですね。こういうふうに、マウントさせることができると。なんで、フル装備にすると、こういうような形になります。ナイフを持たせて、銃を持たせて、
でデモリッションナイフを背中にマウントするとこういうような状態になりますよっていうことですね。こういうふうにね、はい。では、次はね、このデモリッションナイフを持たせてあげたいなと思います。まず、これをほらって外してあげますね。このマウント部分ね、このパーツを外して、で、こちらナイフもちょっと外して、で、銃ですね、持たせた銃もこれ外さないとね、持たせられないんで、このデモリッションナイフが。なので、このまたさっきと同じ要領で、この白い部分ね、これ外してもらって分解すると、はい、分解してもらったら、今度この剣、これね、これ今折りたたみ状態なんですけど、これをね伸ばしてもらうので、こんな感じでね伸びるんで、で、これね、マウントっていうか、折りたたむときここのところがね、伸びてる状態になってるんで、伸ばすときはここ、こうやって縮めてあげる。折りたたむときはここ、引っ張る、引っ張ってこういう風にする。だけどここのところに穴が開いてるんですね、ここのところにね。で、こっち側、ここのところにポッチがついてるんで、折りたたむときはここにこうやって刺してあげる。これで OK ですね。で、今伸ばしたいんで、これを伸ばして、で、またこのように縮めてあげると、こういう感じですね。結構でかいんですね、この剣で。この状態だとまだ持たせられないので、ここの部分、この部分もこのように折りたたみ状態になってるんで、これを伸ばしてあげる。これでようやっと持たせ、武器として持たせられる状態に、なったということですね。はい。ではですね、ちょっと持たせてみましょうか。結構でかいんですよね、これ。これをね、こうして、で、ちょっと待ってください。これね、また元通りね、さっきと同じように、このように、あ、ごめんなさい、これ、逆手、ごめんなさい。これだと逆手になっちゃうんで、こうですね。こう。こうです、ごめんなさい。こうで、で、ちょっと待ってください。こうですね。で、お、まだ。ほらっつってね、元通りに刺してあげると、これでいいんですね。これでいいです、これで。で、これをまた元通り、この右腕のところにねつけてあげます。でかい剣が。で、そうすると、まあ、こうなるんですけど、で、当然のことながら、もう剣がでかいんで、もう保持力の問題じゃないんですよ。もうこうなっちゃう、すぐこうなっちゃうんで、もうこれだとダメなんですよね。なんで基本的にはもうこうなっちゃうんですよね。こういう状態になっちゃうんで、飾るときは剣がこう、切っ先が、刃先、切っ先がこう地面にこうペタってね、くっついちゃう状態になっちゃうんで、これだとね、あれなんで、いわゆるなんかガン、こうやってガンプラ専用のね、飾るためのスタンド、ディスプレイスタンドっていうのがあるんですけど、別売でね、販売されてるんですけど、自分はちょっと持ってないんですけどね、一応これ、携帯スタンドなんですけど、100円ショップで手に入る。一応ね、これをね、ちょっとね、自分は、これやってみたいなと思うんですよ。どうですか、これ。あ、やばい。外れちゃった。ごめんなさい。こうで、一応どうですかね。こんな感じで、ちょっと待って、そうね、一応こんな感じですか。もう本当にこれないと多分クタってなっちゃうんで、多分これあった方がいいです。こういうものが、これじゃなくていいんですけど、こういうものがあった方がいいなってことですね。はい。ちょっと本当にこれ剣でかいんでね、これマジで結構でかいんで、結構きついっす。で、一応ね、こんな風にして飾ることも、ポーズを取らせてね、まあ、こういうものがないとちょっときついんですけど、飾ることもできるんですが、一応ね、これ両手持ちができるんですよ、これ。で、両手持ちの方が実はかっこよく見える。両手持ちのポーズを取らせる方がね。で、両手持ちにさせるときは、ちょっと両方手首を外してもらいまして、このようにね、外してもらって、で、ここね、またちょっとごめんなさい、外してもらうんですけど、手首をね、外してもらうんですけど、ここのところにね、可動式のフォアグリップ、これみたいのがあるんで、これを引っ張って出してもらいます。こういう感じですね。こういう感じ、こう普段はこうなってるんですけど、
両手持ちにさせるときはこのフォアグリップを稼働させてこういう状態にすると。でこれができたら、今度はねこのグリップ、こっちのメイングリップですね、フォアグリップじゃなくてメイングリップの方に左手首をこうつけてあげる。両手で持たせるときはその方がいいんで、どうなんだ、こうだからこうだよな、こういう、ちょっと待って、こういう状態ですね。フォアグリップの部分がこう、このフォアグリップの部分が内側に来るように、この左手首をこうつけてあげます。ちょっと独せえなこれ本当に、つけてあげます。こんな感じ、こんな感じでね、こんな感じでつけてあげます。はい。でこれまた元通りちょっと重い剣が差し込んであげる。で差し込んであげたら、今度ねこの手首ですね、これ分解した手首を、もう一回元通りにくっつけてあげて、でまた右手にね差し直してあげる。このように差し直してあげます。で両手で持たせたいので、ちょっと待って、どうするかな、こうした方がいいか、こうして、一応ねこれ完成した時ねツイッターでねしたんですけど、撮って写真にねツイッターでアップしたんですけど、まあこんな感じですね、こんな感じ。ここにグリップね、フォアグリップ、この手首、右の手首に差し込んであげて、で左手首でこのメインのグリップを握らせるっていう感じでね。なんで一応まあちょっとポーズを取らせるとしたらこんな感じ、こんな感じですか、どうですかこれ。まあこんな感じになるんですけど、これだとね割と結構締まる、かっこよくできるっていうポーズを取らせることができるって感じですね。こうですね、こう正面から見るとこうなんですけど、横から見るとこうですね、こんな感じ、こんな感じですね。こういう風にして、両手で持たせる方が割とかっこよく決まるっていう感じですかね、一応ね。まあ、今回はねガンダマスタルトをね、レビューさせていただいたんですが、まあ、こんな感じですか、ちょっと待ってください、こんな感じどうですか。まあちょっと待って、もうちょっとこういう風にしてこうか、こうですねこうですねっていうかね、こんな感じで、結構かっこいいと思うんですよこれ。本当にね絵になりますね、こういったでっかい武器がね、こういうでっかい武器を持たせるのに非常にね絵になる、そんなガンプラっていうかガンダムかなと思いますね。結構最初ね自分これ購入した時もねどうなのかなと思ったんですけど、結構ねこうやって制作して完成させてみると意外にかっこいいんでね、ちょっと驚いてます正直ね。まあ、付属するパーツっていうのはね、パーツっていうか武器っていうのは、まあ、設定上仕方がないんですが、このデモレッションナイフ、この可動式のデモレッションナイフであるとか、こちらのさっきの実弾を発射するっていう設定のバレットライフルであるとか、こういったナイフですよね、こういったものであるとか、あとはその背中にマウントするこのデモレッションナイフを背中にマウントする時のこのマウント用のパーツ、本当にね付属されてるオプションパーツっていうともうこれくらいしかないんで、それはしょうがないかなと思うんですが、なかなかねシンプルで、そういうね潔のいいガンダムかなと思いました。すごいかっこいいものだと思いますんでね、このようにね見ていただければ分かる通りね、結構かっこいいと思うんで、ぜひね皆様も後よろしければねご購入して、で制作してみてください。その手でね制作して完成させるとね、やっぱりその感動、完成させられる感動っていうものもねひとしおで味わうことができるかと思いますので、もしよろしければね制作してみてください。で、今回ですね BGM で使用させていただきましたのはこちら、ポルノグラフィティの、ベストアルバムですね、オールタイムシングルスっていうやつで、CD3 枚組になってます。でこちらね自分購入したものは通常版になるんですが、限定版だとねDVD が、1枚つくので全部で4枚組っていう形に、なるみたいですね。はい。で一応オールタイムシングルスっていうことなので、デビューシングルのアポロから何枚なんだこれ
東京デスティニーっていう曲までが一応全部あの収録されてる形になってるみたいですね。ごめんなさい、ぶっちゃけねまだ全部聞いてないんで、本当に発売から結構経ってるのかかわらず全部聞き切ってないんで、ごめんなさい申し訳ないんですが、自分昔からパルノグラフィティがね結構好きなんで、これも購入したっていう形なんですがね、本当にねパルノグラフィティって本当にヒットソング、特にシングルだとね、CM だのアニメだのドラマだのね、使われてる曲が結構多いんで、ご存知の方もね、おられる方もいますのでね、すごくノリのいい曲も多いしね、しっとりと聴かせるような曲も結構多くて、本当にポルノグラフィティはすごくね、日本のそのポップソングでもね、一石を投じたって言っても過言ではないくらいのね、バンドだと思いますので、本当にねいい曲たくさん入ってます。これなんでね、もしよろしければね、こちらのポルノグラフィティオールタイムシングルスも、ぜひね、ご購入されて聞いてみてください。自分はまだ全部聞いてないんですけどね。というわけでして、今回、小小生キモイマン37で、お送りさせていただきました。キモイマン37のガンプラビルディング、7、YouTube 視聴版ボリューム8、今回お送りさせてレビューさせていただきましたアイテムはこちら、バンダイハイグレード IBO144/1 スケール、ガンダムアスタルトを、レビューさせていただきました。本当にね長々とこんな時間までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。またね、こちらのシリーズの動画で、皆様にお会いできることを楽しみに今回は終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ですね、あんまりねちょっと言いたくないんですけど、ちょっとある方にね言っといた方がいいよってちょっと言われちゃったんでね、ちょっとだけ言っておきます。もしよろしければね、こんな案でよければね、自分みたいのでよければ、もしよろしければね、またチャンネル登録など、していただけると嬉しいななんてねちょっと思いますね。ごめんなさいね、厚かましいお願いでね、本当にごめんなさい、お気を悪くされたらね大変申し訳ありません、ごめんなさい。というわけでして、今回はこれで終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ではごめんなさい、ではキモイマン37でした、ありがとうございました。